検索してはいけない言葉を検索するとどんなものが出てくるか。そして今回検索するワードは今すぐシェイクです。マクドナルドで発売されていた今すぐシェイクを飲んだら倒れるとかになっちゃうっていう動画がめちゃくちゃバズったみたいで、それで検索してはいけない言葉になっていたみたいです。動画を見た感じ僕は怖くはなかったです。調べてほしいことコメント欄に書いて。検索してはいけない言葉を検索したらどんなものが出てくるのか。そして今日検索するワードは牛が大量発生したです。これは怖いとかじゃなくて事件の話だと思います。牛を窃盗してるやつがいて、麻酔とかそういうのを打ってバッグに積んでっていうところの防犯カメラに絵が映っていたという動画がアップされていました。やめてほしいことコメント欄に書いて。友人にホワイトボードを買ってと言ったらどんなものが届くのか。そしてもしもーし、テームです。今回なんだけどもホワイトボード買って。 OK 拒否権ないからよろしく。待っていきたいなと思います。嫌がらせを受けた。じゃん。でかすぎ。